いし重いしたまらないよな。魔人ちゃまランプの中へ戻れ。ジャスミン、寝た方が良さそうな感じ。ジャスミン！
落ち込むなよ。まだ一つ願いが残ってるだろう。ほら言ってくれよ。ジャスミンを探してくれってさ。僕は願う。ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。これでいいんだ、ジーニー。どこへ行くのも、何をするのも君の自由だ。だけど、できれば空がジャスミンを探すのを手伝ってほしい。悪いが、俺はもう誰の命令も聞くつもりはないね。だが、親友の頼みってやつはまだ聞いたことがないから試してみてもいいかもな。なあ、アル、俺たちは親友かい？ジーニー、任せとけよ、アル。ジャッファーのやつ、いいとこまで行ったのにね。しかし、あっさり見捨てるとは冷たいよね。俺は計画通りプリンセスを連れてきただけだ。ハートレスに取り込まれた者を救う術はない。憎しみに身を焼かれた哀れなジャッファー。よせや、俺だってあいつがどうなると知ったことじゃない。ところで、あれはもう見てもらえたかな？約束したろ？我々に協力すればお前の望みを叶えてやる。帰れ。迎えに行っておやり。船は用意してある。俺様の船は客船じゃないんでな。乗り心地は保証しないぜ。どうして俺のためにそこまで？何が狙いだ？狙い？そんなもの。私はね、お前のことを我が子のように思っているのさ。信じられないな。信じなくてもいいさ。でも私は約束を果たしたからね。